エンゲラボです。では今日はゴールデンウィークの体験講座のメニューにもありましたトルコッキョウの鉢上げっていうのをやってみたいと思います。トルコッキョウっていうのは非常に人気高い鉢花なんですけど、実際栽培している方があんまりおられないっていうのは、羽が非常に小さくて、未生してみると未生して3ヶ月でもやっとこの程度ということで、一般の方が種をまかれるというのは非常に難しい植物でございます。ということで、勢いホームセンターか何かで苗が売ってる時に買うということになりますが、今年も売ってはいましたが、あっという間に売り切れてしまいまして、結構手に入らないというような話も聞きますので、そこら辺が課題かなと思いますので、もし手に入られた方は、ぜひ鉢上げをしてください。というのは、これぐらいの大きさになっておりますと、もう根が回ってパンパンになってるんですよ。抜いてみますよ。ほら、こんな感じなんですよ。ですから、すぐ鉢上げ作業が必要になります。さて、そういうトルコッキョウなんですけども、トルコッキョウ、実は日本にも自生しているある植物と非常に縁が近い地区ございます。それは何かと言いますと、これ何かわかりますか？リンドウですね。リンドウの仲間に非常に近い性質がございます。ですから、トルコッキョウを栽培される時っていうのは、どちらかといえば、一般の草花というより、山野草みたいな育て方、を念頭に置いてください。ではトルコッキョウの鉢上げやってみたいと思います。トルコッキョウの鉢に適したものっていうのは、あの乾燥、今から夏場非常に乾きやすいということでプラ鉢でいいんですけども、できればちょっと鉢が深い方が管理しやすいです。というのは、本来トルコッキョウっていうのは直根性です。ですから鉢が長い方がいいということになります。ではやってみましょう。そうするとウォータースペースを勘案して、ある程度どのくらいのところまで土が入れるかということを考えながら土入れます。この場合2、3センチで十分な鉢底のスペースになります。そこに成分的にあまり濃くない有機化成、例えば666といったような肥料を少し入れて、適量3グラムくらいですね、これを入れてちょっと混和します。で、直接根が触れるところには肥料分が少ない状態にして、このトルコを植えます。この葉っぱと葉っぱが広がっているため、ここに土を乗せてしまうと鎖が入ってしまうので、なるべく土で隠れないようにして周りに土を入れていきます。差し入れていきます。回しながら均等に差し入れていきます。はい、そして均等に土を回して、根鉢の土が見えなくなったら鉢の植え替えは完了です。こんな感じです。出来上がりました。そして鉢についていたラベルを取って差し込みます。これで植え替え自体は完了です。で、たっぷり水をやってください。最初の1回目の水は鉢底から流れ出るくらいに水をたっぷりやってください。鉢受け皿をはめておきます。はい、こっから置く管理です。アンパンマンいる、変なの。アンパンマンは変じゃないよ、変なのはこの間よ、かっこいいよアンパンマン。ということで、今日あの植えたトルコキョっていうのは根っこがまだ張ってないので、このような明るい日陰で管理してください。冷たい風が当たるようだと活着が起これますので、 2,3 日は暖かい室内でもいいでしょう。で、根がある程度張ってきてピンピンしてくるようだったら、光が好きな植物ですので、少しずつ東日から慣らしていって外で管理してください。梅雨時の長雨は苦手です。で、これから7月ぐらいになったらつぼみが上がってくると思いますが、そのつぼみ、花が終わったら取ってやってください。こっから後の管理はまた動画でアップしたいと思います。いかがでしたか？園芸ラボトルコッキョウの YouTube 講座終わりたいと思います。またねー。